最初はグー、じゃんけん、おい、俺が先行だよ。はい、俺これちゃんとこれを回すからね。タイスがね、はい、あまりにも信用ならないんで。はい、はい、そうだよな、うん、なるほど、そうなっちゃったか。チャージアンド。はい、じゃあ振ってもらいます。うん、チャージで終了です。ドロー。チャージアンド。はい、じゃあ振ってもらいます。チャージで終了です。ドロチャージ、デスドライブ。はい、で、これもういっちゃうか。ピンって剥がせる。あ、これはね、コマンドじゃないんだよね。あ、そこが噛み合ってない。で、アタック時、はい、闇のクリ、あ、闇のコマンドじゃないといけないんだよな。でも、1枚当ってきます。はい、じゃあ見ます。使っとくべきかな。ハイディバスチャージャー、はい、効果は1枚ドロー、1枚ドンジョン、1枚1枚チャージとか。チャージです。はい、どうぞ。はい、じゃあこれちょっとコマンドじゃないの入れちゃってるんで。完全に間違った構築してる。どうしようかな、わかんない。仕方ないか。フライズナーがチャージ、はい、まず使われる。じゃあ4コスト、うん、フェニックスライフ、はい、効果2枚見て1枚7、1枚シールド、1枚シールド、1枚7、はい、終了です。ライトアップ、ドロー。ん、そんなカード入れてたっけ。入れてないようなカードか。ゴーストタッチ、はい、手札を、俺が相手の手札を選ぶの、ランダムに選び捨てさせる。はい、どうぞ。こちら、おお、どうだ。つらい、つらい、つらいやつだった。じゃあここ割ります。はい、仕込んでないやつ。じゃあ見ます。はい、ヤンドです。はい、いや俺もなんか今度一回もガチャを回してないんですよ。どうしたこれ、わざわざガチャに変えた意味が、うん、そう、ガチャを回せない感じになっちゃってるんですけど。じゃあワールドブラキをチャージで、5コスト、エメラルド召喚します。こっちって効果シールド加えるのと埋めるのとあるのね。自分のシールド1つで手札に加えてもいい。じゃあ、加えて発動もできないっけ。あ、できます。それがトリガーだったら。トリガーじゃないので発動します。関係ないのか。じゃあこれ、はいはい、で終了です。またこれが怪しいってことだな。ドロー。うわー、弱い弱いぞ。チャージ、デスドライブ、はい、マーカーを使ってこうね。ブロッカーか。でもスレイヤーだから道連れにはできる感じだ。はい、でもアタックしないです。エンド。はい、じゃあ押して、よいしょ。じゃあ札もらいます。うーん、やっぱこれコマンドにしなきゃダメだ。全然禁断剥がれてないし。じゃあ調べとる、調べ、うん、調べとる。チャージで終了です。はい、アタックドロー。何もできない。じゃあ、普通に進化、闇のクリーチャーに重ねて進化はできますね。はい、で出た時マイナス9000溶けます。はい、わかりました。で、まだ殴んなくていいのかな。あ、でも3枚割るまではやってみようかな。いや、まだ殴んない。エンド。はい、じゃあ残して、はい、7が7に、じゃあ黙ります。今ためらったのは正解だったのか。どうしよう。あ、そっか、1枚割るがありだったか今。かけてみようかな。ハードラックチャージします。6万の国軍車の場が
効果が2枚山札2枚落として、うん、カード1枚マナゾーンから手札に戻す、うん、2枚落としてカード1枚手札から戻す。やばいな、マナゾーンから手札殴った方が良かったかな、もしかして。そうですねマナから手札もたもたしてちゃダメだったのか。こっち取らせて、じゃあ回収、プラジナは回収で終了です。ドロー、あ、来た、ドキンダムチャンス。でも墓地が超えてない状態でのドキンダムチャンス危ないぞ。2回回します。1回、あれ、墓地、あ、いいですね。お、3枚かな。はい、あ、いい音したね。これどっちですかね、ここ。あ、真ん中はもう一回。もう一回ですね。これは2ですかね。補充1枚引く、はい。やっぱこれが限界になるんだな、これ。真ん中に止まることがあるから。そうですね。じゃあディスドライブでここ割る。はい。うん、じゃあ割ります。はい。エンドです。じゃあ札を起こします。戻ります。やっぱ安定しないな、これ。マナが、うん、どうしようかな。なるほど、分かった。首を引っ張ってから押すってことだ。OK 練習してこう。そうですね。じゃあこれでいいかな。チャージなしで3マナ支払ってアクシータ出します。効果1枚回収、真ん中1枚回収します。サイズミスト回収です。なるほど、耐える封じを取ってきてるから。残すと支払ってブライゼナーが出します。効果自分のシールド全部割ります。おお、はい。でシールドトリガー使います。なるほど、シールドトリガーで2枚が出ました。なるほど、こっちから使おう。8になるように破壊、デッドゾーンの破壊、じゃあデッドゾーンにします、はい、で、こいつスーパーシールドトリガー持っていて、あ、そうか、5枚て見て、火のクリーチャーですね。火が出れば2、3、4、5、その中に火のクリーチャーがあれば出せると。まあ当然ない可能性もあるのが多色だし、どうしようかな。じゃあモーツァルト出します、うん、はいはいはい。でこっちが一番下かな、うん、でこれの効果終わりで、モーツァルト効果で、うん、さあこのターン俺生きるのかなって、トリガー使う。じゃあこっちの効果、うん、じゃあ出た時効果、ワールドブラキを回収で、あ、ごめんなさい。でスーパーシルトリガーも発動するっぽいよね。そうですね。じゃあビルヘル、やっぱビルヘルム回収します。で、スーパーの効果は、スーパーの効果が、死ぞのクリーチャー1体自分の手札からバトルゾーンに出すと、ビルヘルム。うわ、死ぬな。はい。じゃあ、ここと、ビルヘルム効果。デスゲートを墓地にお願いします。はい。うわー、ちょっと。で、墓地の数。墓地の数に、置いてあります。今、チャージする。じゃあこいつの効果合ってます。多分合ってる。こいつの効果が、うん、ドラゴン以外破壊かな。ドラゴン以外破壊。じゃあパクチータ死んじゃうのかな。そうですね、ドラゴン以外を全て破壊する。で相手はドラゴンアタックできない、うん、はい、でドラゴン大王みたいに出せないはないよね。出せないはないです。オッケーオッケー。じゃあ終了です。終了、殴らない。終了、終了じゃないです。殴らないかい。あ、殴れません。殴れないのか、はい、あ、スピアタではないのか。スピアタじゃあ侵略ゼロ発動します。はい、で自分のターン開始時アンタップでスイッチします。はい、あ、まず出た時2枚墓地肥やす。はい、で開始時スイッチしてソニックコマンド出すんだよね。はい、いいの落ちてるかな。あ、でもこれ出せばダイレクトと、あ、でもサイズミストか。一応サイズミストとなると、あーでもな、ガチャ回す方で 6を出してプッパするのが強かったのでこれしかないや。はい、はい、でドローします。はい、はあ、
これって張り替えてできるんだっけ。あ、できます。じゃあチャージなしで張り替え、はい、でこれなくなって、はい、で、まあ、一応ダイレクトって言いますけど、じゃあサイズを見せてですよね。シールド追加してボツシャッフルで、カットしますか。いいですよ、そのままペロンと1枚、はい、どうぞ。はい、で、そこ終わった。シャナバガン強っ2枚下ろして1枚返しかな、うん、これで確かカード引いた時全タップはできるからまだターン耐えれそうな気がする。じゃあこれって何で、じゃあエメラルータ回収でスーパーシールドトリガーの効果進化だなので、じゃあ2体バトルゾーン真ん中からバトルゾーン出せると。なるほど。ワールドブラッキーを調べとべん、はぁ、あ、はぁって感じですけどただこれ、ね、これ全タップできるからね、今ドローしたら、はい、わかりました、はい、で、終わります。はい、じゃあ札引きます。で、スイッチします。はい、全タップ。あ、サイズを見せた。あ、サイズ見せたら戻ってるね。じゃあ全タップ。メメント強いって思っちゃったよね。はい、そうですね。で、ドローしました、うん。あ、そうだ、これ出た時9000以下破壊だからこれ、あ、これ破壊できてるね。わかりました、うん、ごめん、うん、はい、出た時はい、あ、マイナス9000するか。うーん、どうしようかな。鬼丸ヘッドチャージ、うん、さあ、ハンドにまたサイズを変えるとしんどい。このターンデッドゾーンを除去したできないと辛そうだね。どっちの方がいいんだろうな。いや、使ってみようかな。サンコス支払って相手カスチャージ、相手カスチャージ、効果がワンブースト、はい、ではもう殴れないで終了です。だってドロー、これはこれは意味がないね。意味がないからチャージ、はいじゃあこれでダイレクト、どうだ。サイズミスあるんだ、うん、でもまあそう殴るよね、普通普通ダイレクトだよね、はい、そうですね。カットしますか。いいよ、じゃあ1枚持ってください。パン、なしです。なし、よし、エンド。ただ起き上がっちゃうんだな、みんな。はい、はい、これでデッドゾーンがお湯気になるんですけども、そしてパワーが高いのがいるからね、異常な高さ。じゃあ札もらいます。はい、チャージ。間違ったかな、どっか。いや、でも墓地がこれじゃしょうがないな、デッドゾーン以外で。あ、シラベート面の効果でマナからコストをシャラって召喚できますと、うん、なるほど。で、ここのヘッドを実行して出します。あ、はいはい、うん、やっちゃった、始まっちゃうかまた来たな。じゃあヘッドでシールド行くとき、はい、じゃあガトクダッチ55です。同じ、じゃあ仕掛けた方が勝つので。なるほど、はい、負けたかな。で、トリプル、トリプル負けたかな、さすがにヘッドギュッと待ってね。はい、いろいろめくったんで、まずデスゲート、はい、タップしてる、アンタップしてるクリーチャーを1枚破壊する。あ、じゃあこのでかいの破壊しようかな。はい、わかりました。で、そのコストより小さいやつを出せる。11より小さいやつ、じゃあこれでいいかな。イービルヒートかな、うん、イービルヒートで出た時山札が1枚墓地に置いて、その後自分の墓地からクリーチャーを1体手札に戻す。はい、まあエキストラターンがディスドライブで盤面を、いや盤面とか言ってる、あ、そうだね、スペアタを拾ってた方がいいよ。はい、はい、はい、で、さらにシールドトリガーもう1枚ありました。張り替えですね。
わかりました。で、したことによってこれがブロッカーにもなってるよという状態ですね。以上。はい、どうしようかな。じゃあモーツァルトで2枚。まあやられるよね。こいつらでもシングルブレイク？あ、トリプル、あ、はい。あ、でもトリプル。全部トリプルです。そうか。もう受けよう。受けて。あ、なかったよ。はい。じゃあビルヘルメでダイレクト。じゃあブロック。じゃあ調べトゲンでダイレクト。はい、死んだ。まあまた次もう一回次のターンがあったんだけどね。俺ダメだ。サイズミスもない。ちょっと俺序盤ずっこけてたな。そっち先行でどうぞ。はい、じゃあ先行もらいます。どれをチャージ。じゃあ国運シャナバガンチャージで終了です。ドロチャージエンド。はい、じゃあ札引きます。ビルヘルムチャージで終了です。ドロチャージ、ゴーストタッチ。はい、ハンデスです。ランダムハンです。はい、ゴーストタッチ強いな。ダン、おお、いいね。マナ加速系じゃないそれ。はい、マナとシールド加速のスタート引きます。おお、まあ、抜かれたの辛いな。今のは強かったね。うん、確かに。じゃあライズナーバーチャージ終了です。リサップドロー。お、いいの引いた。ベガスダラ、やっぱこっからだよね。このデッキこっから動かないと。じゃあこれを首を伸ばして、お、いい音した。はい、回収。クリーチャーを1体自分の墓地から。クリーチャーナイス。またか、エンド。はい、じゃあ札もらいます。これベートーベンチャージ終了です。あかんな、ベガスダラーか。あ、どうだ、解放されてますね。はい、うん、そうか、解放されてるからこれ回収できてない。ちょっともうプレミア多いけどしょうがない。あ、回収大丈夫です。いいね、はい、これを回収したことにしていい。はい、ちょっとプレミアがひどいんですが、じゃあまたベガスダラ2体目を出して、はい、で火のコマンドなんで解除されて、で出た時効果。はい、伸ばして、よし、復活。おないってない。じゃあシングルブレイク。はい、じゃあ見ます。一応打っとくか。真ん中速、このね、ガチャが噛み合わない感じがこのデッキの面白いところ。エンド。じゃあ札を割ります。よし、一回かけてみようかな。チャージ、ロコストブライズナガ。はあ、はあ、え、そうか、そういう動きもあるの、いきなり。お、なるほど。引けたけど。全破壊と。全破壊で、で、こいつの効果で、5枚。いや、そんな大胆なことしちゃうデッキなんですよ。引けたの嬉しいな。あれどこだ。で、火のクリーチャーが出る。クリーチャーが。火のクリーチャーが。いいか、じゃあモーチャルと。はいはい。マジっすか、マジっすか。で、じゃあこっちの効果終わり、うん、こっちの効果、うん、ワンブーストで5000、パワー5000以下のクリーチャーを、5000以下いないです、うん、じゃあ終了です。お、ハンドに忍者いるのか。ドロスピアタ来たら終わるな。あ、その発言聞き捨て、聞き逃さなかったぞ。なんだ。でも俺はガチャを回したい。はい。サンマのドキンダムチャンス。はい、2回回すという効果です。はい。1回目。あれ、ちょっといい音です。よし、この音がした時、忘却。相手は手札を選んで捨ててください。いいですか。じゃあビルヘルム捨てます。はい、1回、2回目。衰弱。衰弱。マイナス9000。じゃあこれ、9000。はい。やべ、弱っ、エンドです。弱いぞガチャ。じゃあ振り回ります。弱いぞ。
どうした方がいいのかな。チャージなしで、でも11万のやつが立ってるっていうのはおかしな状況だな。チャージチャージなし、やっぱチャージします。はい、殴っとくか。この3枚で活路を見出す。メメント3枚かな、うん、メメントやりました。はい、はい、じゃあ終了です。ドロー、1、2、3、4、これは合成しかないか。チャージ、まずベガスダラ、はい、ガチャを回しますよ。どうぞ。墓地、墓地肥やしですね。3枚墓地を肥やします。はい、はい、さらにディスドライブ、はい、これスレイヤーアタックか、スレイヤースピアとなんで、あ、ただ金だって、あ、金だ、これで剥がれますね。はい、そうですね、はい、どうぞ。そうですね、これは召喚用してる。はい、でも多分ハンドがハンドが3枚です。3枚、3枚か。じゃあまずダイレクトでいいんじゃない。ダイレクト、はい、じゃあサイズミス出します。上がったか、やっぱ、はい、あ、欲しい。でも最悪ね、神宮があるから、こっち。そうですね、一旦はしのげることが分かっていた。トリガーなしです。はい、でエンドです。サイズを戻りますね。はい、サイズ、そっちスピアーター入ってるのかな、怪しいけど、メメント使うかな、多分。はい、使いますか。使うよ、今引いた時使う。はい、じゃあ、さあ、じゃあモーツァルトチャージで4コスト支払って、うん、ミックスライフ取れます。ここ、あ、またシールド追加か。7、だるいな、シールド、ちょっとだるいな、はい、終了です。はい、トップドロー、チャージ、ディスドライブ召喚、はい、でまずディスドライブでスレイヤーアタックする。はい、わかりました。で除去してからの、はい、からのベガスダラアタック時侵略、闇のコマンドがアタックするとき侵略できる。で、こいつが出たとき、相手の手札を2枚、見ないで選び捨てさせる。ダーン。で、ブレイク。お、パクチータが出た。パクチータ。効果は1枚、なんだっけ。これが、自然のクリーチャー1体、手札からバトルゾーンに出す。じゃあ、1回回収して、手札からバトルゾーンに出すと。強かったな。じゃあビルヘルム回収でビルヘルム出します。なるほど、ビルヘルム効果で、効果でこれとハードラックを落ちるようにします。はい、はい、やべ、決まんなくなってきた。効果2枚です。負けたんじゃないかな、これ。いやきつい。これ殴れるよね。殴れる、うん、じゃあ札もらいます。まあトリガーによっちゃ決まるな。そうですね、うん、じゃあ残すと支払って国営シャナバガンとなります。こうか、2枚に戻して、これがカード1枚手札に加えると、果たして良かったのだろうか。リチャージし回収、なんとなく、じゃあクリーチャーになってくる、うん、カード、うん、何でもいいっぽい。じゃあフェニックスライフ回収します。なるほど、さらに遅延できるってことか。はい、うん、じゃあ4マナでフェニックスライフとなります。はい、効果2枚見て、で手札、あ、手札じゃない、まだだな、
はあ、2点。なるほど。鳥が来ないで。ないない。じゃあダイレクトで受けたー。死んだいやー、だからね、やっぱこのこれだよね。最初から墓地が超えてる状態を作んなきゃダメね。はい、チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたたち